しんちゃんだよ。本日は私の家のキッチンからお送りしております。何をするかというと、今からトーマくんの家にサプライズ訪問したいと思います。マジつい5分前にね、あ、ちょっとサプライズ訪問しようと思って思い立って今動画を回している段階でございます。ちょうど自分の夜ご飯を作ってたの。今日のメニューはカレーライスと貧血だからひじき、あとサラダです。その3品をね、なんかちょっと作りすぎたんで揚げに行こうと思って。今まで同棲しててさ、みんなからさ、彼氏の分も作ってるんでしょみたいなご飯ね言われるんだけどさ、いや作ってないよ、作らないよ、私は自分のためにしか作ってなかった。いやもちろん付き合ってすぐから途中まではねちゃんと作ってあげてたの。でもね、ありがとうも言わない、感謝の気持ちがない、なんなら文句言ってくる。で、買い物一緒にスーパーに行った時に食材選んでる時間でもコンビニだったらレンチンも終わって家帰ってもういただきますってしてるよねって言われた瞬間に、あ、もうお前に食わせる飯はねえってなったの。そっから私は一切作んなくなった。付き合った当初は私のご飯を食べて毎回毎回大げさのぐらい感動して、もう初めて私の親子丼食べた時あいつ半泣きだったの、うますぎて。それなのにそのね気持ちをね薄れてって薄れてってコンビニと比較しだしたトーマくん、久しぶりにしんちゃんのご飯を食べてあの頃の気持ちを取り戻してほしい。そう思い私は今日しんちゃんイーツになります。なんかカレースパイスから作るんですっていうやつってさ、なんか鼻につくよねなんかあれらしいよ、昔はなんか 3B ってあったじゃん、バーテン美容師バンドマン。でも今ってなんか 3C らしいよ、クリエイターカメラカレーをスパイスから作る男なんだってめんどくさいらしいよ、その 3C がはい、そんなこんなでカレーを今詰めました。一応見しとく、一応見しとく、一応見しとく。ちょっと涙見れちゃった。やばいね、なんか遠目からさ見たらもう茶色いさ、なんか半液体だからさ、ちょっと絵面的にね、なんかごめんね食事中の方。まあカレーなんだけどね、これも食事なんだけどね。はい、そんなこんなでこんな感じでね、カレーとひじきとあとサラダ、これを今からトーマくんの家に突撃訪問で届けたいと思います。てかさ、今何時、今何時、え、やば、夜の今ね11時56分なのね。もしかしたら寝てる可能性もある、どうしよう。でもね、合鍵持ってるんでね、そこは突破できるんでいいんですけどね。食べてもらえなかったら、まあ冷蔵庫入れとくか。うわ、なんかできる女って感じじゃない？なんかすごいできる女って感じ。でもさ、毎日毎日旦那さんのためにご飯作ったりとか、家族のためにご飯作ったりとか、もちろん自分のためにご飯作ったりとか、もうそういうあなたが大好き。待って、何してんの？待って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 、トーマ、え、待ってね、何してんの？ああ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 あ何してんの？何してんの？なんで来てんの？なんでいんの？はぁ、意味わかんないし。え、違う、え、待って、え、な、でもなんで鍵持ってんの？いや、合鍵じゃん、え、あ、そっか、合鍵渡したんだっけ。え、なんでいいの？いや、今やってたんだけど。何してんの？なんで勝手にやってくの？ LINE してよ、じゃあ。え、何してんの？合鍵持ってんのいいけど。何してんの？何してんの？どんなにしてたんだよ。あったかい。え、待って、なんで来たん？夜ご飯のお酢をあげて。え、カメラ回してるやん。なんで LINE せずに帰ってない？サプライズ訪問、サプライズ訪問。サプライズ訪問？で、ご飯作ってきたからお酢分け持ってきて、それで。お酢分けって何のお酢分けよ？ご飯の。おかず、おかず、あ、必要なかった、必要なかった。いや、違うやん、お前が悪いやん、俺の完全プライベートの。いや、わかるわかるわかる、それはごめんなんだけど、え、ちょ、ごめんなんだけど、え、待って、物出してた今。いや、物出してないと思う。まだ、もういいってマジで、なんでそんなことするの。え、ちょ、選ぼうよ。わかった、帰るわ帰るわ帰るわ。帰るわ、お邪魔しました、すいません。カメラやめて、行った、ちょっと落ち着こう、落ち着こう、行った。いや、落ち着こう。なんでさ、ぬくみを襲ってくる。いや、襲ってないし。いや、めっちゃ焦ったんだけど、俺なんか変な人入ってきたんかなと思って。お前かい。いや、あんたがショック受けるのおかしいから。いや、ショックとかじゃなくて、こんなことあるっていう驚き、仰天。いや、知らないよ、俺に言わないで。お酢分けで持ってくるからでしょ。うわ、お酢分け作んなきゃよかったな。マジか。俺だってさ、親にさ、自分のさ、まあオッティータイムを邪魔された時、すっごい不機嫌になったんだからさ。いや、親に邪魔されたことあるの？あるよ。どういうこと？こういう感じで、自分の部屋でオナニータイムに入ってた時に、ご飯やでとか、お風呂やで入りやとか、まあもういいわ、めんどくさい。あ、やばい、ケンちゃんなってる。不機嫌だからね、今。
いや違うんすよ、今回ちょっとじゃあ紹介しますね。じゃあ今回なんで突撃訪問したかというと、あ、カメラに映りたい、しょうがないな。あなた付き合った当初とか私のご飯めちゃめちゃさ感謝して食べてくれてたじゃん、うん、その初心を思い出してほしくて今回ちょっと。お、ほんまや、これか。はい、あのごめんなさい、スタバじゃないんですけれども、まずこちら、うん、サラダ、じゃじゃん、ひじき、ひじきの煮物です。うわ、お母さんみたい。ほら普通に料理うまいからね、しんちゃんは。で、あとあなたの大好きな、何、じゃじゃん、しんちゃん特製カレーでーす。うわー、まあ俺別にそんなカレーはそんなに好きじゃないんだけど、ね、俺言ってるじゃんよく、カレー外食とかで食べてるやつ頭悪いって言ってるじゃん。え、その手洗った？だから洗ったかどうかは分からん。え、なんか、え、何この芋？腕毛で。あ、違う、指毛だった。とうとう指から生えてきたかと。ちなみにさ、メインになるおかずがまだもらってないんだよね。ひじき、ひじき、ひじき。じゃなくて俺のさ、まあ食欲は今すでに満たされててさ、あとは性欲を満たしたいってなってるわけじゃん。はい。遠回しなんかさ誘ってるけどさ、あ、重大発表、生理です。マジでいい加減にしろ。うわ、うわ、帰れよお前。やば、やば、え、今の聞きました？できねえんなら帰れ。うわ、山口元。やば、これはちょっと明日食べさせてもらうわ、もう食べてるから。ちょっと私あの社会勉強足りないなと思いました。いや勉強してください、男のメカニズムをちゃんと勉強してください。え、男って何でできてんの？あ、そっか、あれでもね、性欲でほとんど埋め尽くされてんのか、頭が。え、みんなするのか？するわ。私の推しもしてる？してるよ、マッスーなんてお前出しまくってるよ。いった、ね、やめて、出しまっす。ということで、サプライズ訪問の結果、サプライズ訪問したら彼氏がオナニーしていたでした。とんでもない動画になりそうだな。ということで、トーマのお母さん、これがあなたの息子です。お母さんに一言。お母さん、もう俺のオナニーを邪魔しないでね。